塩招きは、エビ目砂ガニカ、塩招き族床に分類されるカニの総称。オスの片方のハサミ足が大きくなることで知られる分類群である。日本ではこの中の一種床歩くあたに、塩招きの標準和名が当てられる。横長の甲羅を持ち、幸福は2 0ト、mm、ルほどのものから4 0ト、mm、ルに達するものまで種類によって差がある。複眼がついた目柄は長く、 それを収める眼下も発達する。地表にいる時は、目柄を立てて、周囲を広く見渡す。ふわしは、がっちりしていて逃げ足も速い。オスの片方のハサミ足とメスの両方のハサミ足は、小さく、砂をすくうのに都合が良い構造をしている。生態のオスは、片方のハサミ足が甲羅と同じくらいまで大きくなるのが特徴で、極端な性的蓋なりのため、オスとメスは、 簡単に区別がつく。ハサミ足は個体によって、気球でが違い、右が大きい個体もいれば、左が大きい個体もいる。生息地ではオスたちが大きなハサミ足を振る、ウェービングと呼ばれる求愛行動が見られる。和名、塩招きは、この動作が、潮が早く満ちてくるように招いているように見えるためについたものである。英名、フィドラークラブの フィドラーはバイオリン奏者のことで、やはりこれもウェービングの様子を表した名前と言える。中国では、古来から、招きあさこの名称で知られており、太平五蘭巻943院。霊表六位では、招きあさこ、またのくにして、角白色を、帯部。海藩の塩王きに、塩るを欲すれば、海藩を入れて、号をあげて望むがごとし。ゆえに俗に、招き牛をと呼ぶなり。 との記述がある。熱帯、亜熱帯地域の川口付近の海岸に巣穴を掘って生息する。種類ごとに好みの提出があり、干潟、マングローブ、砂浜、天石帯でそれぞれ異なる種類が生息する。巣穴は通常満潮線付近に多く、大潮の満潮時に巣穴が海面下になるかどうかという高さにある。潮が引くと海岸の地表に出てきて活動する。 食物は砂芸中のプランクトンやデトリタスで、ハサミで砂芸をつまんで、口に入れ、砂芸に含まれる餌を、露化接触する。一方、天敵はサギ、シギ、カラスなどの鳥類や、沿岸性の魚類である。敵を発見すると素早く、巣穴に逃げ込む。海岸の干拓、埋め立て、春節などで、生息地が減少し、環境汚染などもあって分布域は、各地で狭まっている。 風変わりなカニだけに自然保護のシンボル的存在となることもある。日本産塩招き類は10種類ほどが知られるが、九州以北では西日本に塩招きと白泉塩招きの2種類だけが分布する。南西諸島や小笠原諸島では多くの種類が見られる。ありがとうございます。